九条八万、安陽寺三門安陽寺は、岐阜県九条市八幡田町や奈町にある、浄土新州大谷派の寺院。三号は遠郷さん、円号三。九条五房とも呼ばれ、九条一帯における新州大谷派の中心的な寺院である。間口、奥行きとも二十六県の本堂は、岐阜県下で最大と言われる。佐々木高綱の三男、高重が出家死に死身を名乗って、大見国家に、 安価なめじとして創建する。その後安陽寺六世位、中厚氏の時に、美濃国安八軍に移転し、連如より安陽寺と名を改められる。その後越前国穴馬、美濃国大島村の里へ移った。戦国時代には、朝倉市の軍城侵攻に参戦して、これを撃退したほか、十世以上領の時には、石山合戦に参加しており、その際に、足利氏 武田氏、朝倉氏や、本願寺と交わした文書が現代に伝わり、岐阜県指定有形文化財として指定されている。また、この頃に一時的に白川に寺を移しているが、当時の愚上領主である、遠藤義隆が、安養寺の要請で一時的に、武田方に寝返ったものの、後に小田方に帰算した事情と関連しているとする、見方もある。1588年、稲葉貞道が、 九条領主になった時、八幡中坪村園屋へ移る。1661年に、陰下、1838年に、御房分となった。明治時代、本堂が消失したのを機として1881年に、八幡城山の丸跡地に移転、1890年に本堂を再建した。その後、1919年の九条大化で消防するも、1936年に、 再建され現在に至っている。岐阜県指定文化財として、憲本着色、阿弥陀如来像、憲本着色、神蘭聖人見影、憲本着色十五尊像、資本牧書、蓮魚商人名号、石山合戦関係文書及び、安陽寺文書、資本牧書本願総欧州、資本牧書構成物語及び航路代を有し、岐阜県指定重要有形民族文化財として、 金森内室化粧道具を所蔵している。その他具上司指定重要文化財を複数点有し、暗用時法もつれんで公開している。かつては、具上八万を寄せという落語会が開かれていたほか、現在では、具上八万情報落語の会や具上踊り昔、踊りの夕べなど、隠し模様しものが開かれている。ありがとうございます。